これが今から姫路のお店に入ります。こちらはもうあの塊売りにさせていただく。次は豚ロース、肩ロース、豚バラと3種類ございまして、で土日限定ではあの黒豚の方を販売させていただいてるんです。岡山のお客様もね、その焼き豚の方が売ってないっていうのでご遠方の方なんですけどもお越しいただいてお帰りくださって喜んでくださった感じで。1本お測りさせていただいて、大体やっぱり500前後なんで、こちらで 485g で、お値段的にはあの消費税ごめんなさい、入ると1本大体2350円。でね、タレの方が1本お買い上げのお客様に2本このようについてまして、こちらもあのタレ自家製になってまして、濃いのと、まあ、あっさりなんですけども、こちらの濃い方はあの生姜がたくさん入ってて、はい、でこちらは生姜少なめなんですけども、こちらオリジナルで金粉入りにはなってますね。はい、自家製じゃないですか。そうなんです。部位の違いって言いましたら、こちら豚ロース、あ、これですね、豚ロース、あ、ごめんなさい、豚ロースがね、はい、こちらになるんですね。このああなるほど、この上にかかっ、あ、なるほどね、はい、はいはいはい。でこちらが肩ロースになりまして、とここは加古川の方であのお肉を焼いて、こちらに焼き豚として持ってきていただいてるんで、はい、ちょっと気になりますね。はい、これ今焼き上げた状態なんですけど、はい、はい、切っていきますね。なぜこの白だれと黒だれが、存在するのか、ちょっと質問なんですけど、なんでなんですか。お客さんの好みに分かれて食べれるからです。それぞれどういった特徴があるんですか。濃いのとあっさりしたの、僕はこっちの方が好きです。なんでこんなに美味しいんですか。僕が魔法をかけているからです。こっちのものなんですか。外国のものなんですか。国内の豚肉、北海道夢の大地の豚です。なんか特徴みたいなのあるんですか。甘みがあって美味しいからです。はい、じゃあ OK です。これが今から姫路のお店に入ります。じゃあ先ほどの店舗の方にもうそのまま売られるような感じですかね。はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。